それでは定例記者会見を始めさせていただきます。本日発表するのは2点ございます。まず1点目、ネーミングライツスポンサー事業の決定について、お願いします。お手元に表紙があると思いますけれども、ネーミングライツスポンサー企業の決定についての資料であります。10月1日から29日まで、個性スポーツ公園陸上競技場および県民文化ホールのネーミングライツスポンサーを募集した結果について報告をいたします。はじめに個性スポーツ公園陸上競技場についてでありますが、スポンサー企業は株式会社山梨中央銀行に決定をいたしました。愛称は山梨中銀スタジアムでありまして、ネーミングライツ料は年額2000万円、期間は平成23年3月1日から平成28年2月29日までの5年間であります。山梨中央銀行は言うまでもなく本県金融界のリーディング企業であり、県民への知名度は言うまでもないところであります。またヴァンフォーレ甲府への支援などのスポーツ振興加えて環境活動などにも大変にご理解があり、ネーミングライツスポンサーにふさわしい企業だというふうに考えております。今後県といたしましては、本県スポーツ活動の拠点である個性スポーツ公園陸上競技場の管理運営にネーミングライツ料を活用させていただくとともに、山梨中銀スタジアムという愛称が広く県民の皆様に親しまれ定着するよう努めていきたいと考えておりますので、皆様にもご協力をお願いいたします。次に県民文化ホールについてでありますが、残念ながら応募企業がありませんでした。今後は文化振興の拠点である県民文化ホールにも応募していただけるよう企業への案内を継続するとともに、再公募についても検討してまいりたいと考えております。以上であります。それでは本件についての質問を受けさせていただきます。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。毎日新聞の小林です。県民文化ホール の再公募の方は具体的にいつ頃なのか予定はありますでしょうか。年内にですね、再度公募をする予定と聞いておりますが、どうでしたか。行政から来年度4月から実施というふうなことになりますと、逆算しますと12月に公募というふうな形を取りませんと実現できませんので、企業訪問を継続すると同時に12月には再公募というふうな形で実施をしたいというふうに考えています。よろしいですか。それでは通信になります。この個性の方はこの中銀以外の応募はあったんでしょうか。いや、中銀行けない。他にございますか。はい。山梨中銀スタジアムになるということですけど、例えばこの前、ヴァンフォーレが試合を見た千葉の福田電子アリーナ、例えば略して福アリみたいなのがありますけど、この山梨中銀スタジアムの略称でどうか何か考えているところがあるのかというと、あと今はヴァンフォーレ J2 ですけど、J1 に来年、かなり近づいてますね。上がればきっと広告効果は上がってですね、またもっとこうよりこの金額のこの2000までもっと上げてもよかったんじゃないかと思うこともあるかもしれませんが、その辺はいかがでしょうか。それはいろんな考え方があると思いますが、そうですね、その愛称として山梨中銀スタジアムというですね、そういう愛称を用いるということになるんですよね。でそれにさらに何か略称みたいなものを作るかどうかということは、私どもとしては言ってみりゃ、このなんですね、ネーミングライツというのは命名、名前を付ける、愛称を付ける権利、それを売ったとこういうことでありますからですね、それとはまた別にこの略称みたいな権が作るというのは、これはおかしなことでありますからですね、それは我々としては考えております。よろしいでしょうか。愛称につきましては山梨中銀スタジアムでございますけど、その略称はよくマスコミなどでアリスタとかっていうふうな形
ってある、その略称のことかと思いますけど、はい、4文字で、つけるというようなことが決まっておりまして、ですから今後、中銀とまた協議もしまして、その4文字は決定をするという、はい、そういうことで考えています。まあ、それから、このネーミングライツ料が、まあ、高いか安いかという表現ですね、まあ、これはいろいろありますけれども、まあ、2000万円という数字は、あの他の県のですね、まあ、大体同様なこのスタジアムの例に習ってですね、まあ、大体2000万ぐらいなんですね、そういうことで決めているということでありまして、まあ、あの将来もちろん確かに J1 になればもっと値打ちが上がるんではないかとか、まあ、そういう議論もそれあるかもしれませんけれども、まあ、あの類似のスタジアムとの比較において、まあ、大体あのこんなところであろうと、愛媛県とかあるいは水戸市とか岡山県とか山形県とか、まあ、その辺のですね、スタジアムを参考にして決めているということであります。よろしいですか。すみません、山梨人事新報の人です。あの行革体系の方でですね、このネーミングライツの方で変換して年間4000万円の収入を出すという目標を掲げられて、あの、まあ、かなり達成が危ぶまれた部分になろうかと思うんですけれども、今回こういう形で半分には達成できるというようになったというところに対して関してどのようなご評価されているかというのを伺っていこうと思います。そうですね、まあネーミングライツを2つの施設について取り入れるという目標であったわけですが、まあ、ちょうどその応募する時期にですね、まあ、リーマンショックにぶつかりまして、まあ、景気の後退という中でですね、応募しかなかったという状況であります。まあ、ここへ来て緩やかながら景気が回復してきているという状況の中でですね、再応募したところが、まあ、出てきたということであります。まあ、あのそういった景気の回復を反映して、今回のオープンになったんだろうというふうに思っております。まあ、したがって、あの県民文化ホールについてもですね、まあ、さらによく PR をしたり、すればですね、可能性はあるのではないかというふうに思っております。他にございますでしょうか。よろしいですか。それではあの発表事項の2点目、平成22年度山梨産業大賞の表彰を、山梨産業、お手元に資料があると思いますけれども、山梨産業大賞は、本県産業経済の貢献が、顕著な企業を検証することによりまして、県内企業の活動意欲を高めることを目的として昨年度創設したものであります。第2回の本年度は、ものづくり大賞部門というものと経営革新対象部門というふうにこの2つの部門に分けて拡充をいたしまして募集を行ったところであります。両部門合わせて23件の応募があり、東京大学産学連携本部長の影山和夫先生を審査委員長とする山梨産業大賞審査委員会において公平かつ厳正な審査を実施し、部門ごとに大賞1件、優秀賞2件を決定をいたしました。受賞した企業はいずれも県内において独自の優れた技術や経営の質を有し、大変素晴らしい業績を上げている企業であります。山梨発グローバルとの呼んでもふさわしい世界的な評価を得た誇るべき企業であります。これを契機にいたしまして受賞企業がさらなる飛躍に挑戦をされ、またこの賞の受賞を目指して新たな事業に取り組まれる県内企業が多く出てくることを期待をしております。11月18日午後1時からアイメッセ山梨の山梨テクノフェアおよびテクノフェア&マルチメディアエクスポの会場において表彰をさせていただくことにしております。以上であります。それでは本件についての質問を受けさせていただきます。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい。それでは発表事項以外の質問を受けさせていただきます。毎日新聞の小林です。あの先週末に県居住組合の集会で、一部報道で少人数バッジについて研究があったという報道があったんですが、具体的にどういった内容を話されたのかという、9月期間にも一度おっしゃってられたと思うんですが、具体的にどういったことを、どういう狙いでおっしゃられたか教えてください。9月期間で申し上げた範囲でですね、申し上げているつもりであります。
まあ、あの国が少人数学級ですね、学校テストの改善計画というものを来年度から実施をすると、文部科学省が実施をするという計画を持っておられるということであります。したがって、まあ、県としては、まあ、すでに小学校 1,2 年生それから中学校1年生については少人数学級を実施しているわけでありますから、その国の計画に先行してですね、先行してその少人数学級を拡大をしていきたいと、まあ、いうことをですね、9月議会でも申し上げ、この間 その教育研究集会においてもその趣旨を申し上げたということであります。確認で伺いたいんですが、小学校でも中学校でも両方でもやられるというようなちょっと踏み込んだ発言かなと、その内容を見たときは思ったんですが、文科省の計画もあれですね、確かまず小学校から始めていってですね、そして8年間かけて、平成23年度から8カ年計画で、小中学校全学年で35人学級を実現しているということですよね。そしてまず小学校から始まってある段階から中学校に移っていくという、こうスケジュールを考えていますね。まあ、そういうスケジュールを前提にして、まあ、本県も、まあ、それを先行的に実施していきたいということであります。で、具体的にじゃあその小学校あるいは中学校どのくらい先行するか、まあ、いうことについてはですね、まあ、これは財政との、この、ですね、兼ね合いということもありますから、まあ、現在教育委員会の中の町内検討委員会を作ってですね、具体的なその実施のスケジュールと、まあ、いったことをですね、まあ、現在検討している最中ということであります。まあ、同時にこれは何といっても国がそういう計画を、まあ、実施をすると、まあ、いうことを前提にして先行実施する。その国の計画がなくなっちゃったらこれ先行実施になりませんからですね、国の計画がやはりこれは来年4月からスタートすると、まあ、いうことを我々前提として考えておりますのでですね、これから文部科学省あるいは与党に対してですね、まあ、ぜひともこれを実現をするよう、検討してもですね、要請をしていきたいというふうに思います。よろしいですか。他にございますか。その少人数学級に関連してなんですけれども、15日に前回の知事選では小学校高学年への導入拡大というのを一つ公約にされたかと思うんですけれども、今回中学の導入にも言及されたんですが、それに関して民主党県連の方が決定権という形で知事に対して要望していると思うんですけれども、それに関して民主党サイドもその要望を受け入れた形という見方もできるかと。そういう意図というのはある程度そういったその要望に配慮したといいましょうか、念頭に置いたものだという理解ができるんでしょうか。まあ、民主党の要望というのはまだ今年度は、まだ今年度はもらってないんですかね。そうするとおっしゃってる意味は去年ということですか。去年一昨年というと過去のことね、まあ、民主党だけではなくて、まあ、もちろん教育関係者いろんな方々からですね、この少人数学級というのは、まあ、効果があると、まあ、いうことでですね、ぜひこれを拡充していただきたいという要望が、まあ、これは大変多方面からですね、いただいておりますので、まあ、そういう多方面からの要望を十分に進捗しましたということだと思います。まあ、現にご案内のように、平成19年に不登校のですね、児童生徒割合がですね、まあ、全国で一番ワースト1ということになって、大変心配をしたわけなんですけど、ね、まあ、そこで不登校の割合が高い、しかも、まあ、中1ギャップという非常に難しい年齢である中学1年生に、その少人数学級を導入し、かつそのスクールカウンセラーというのですね、まあ、全中学校に今導入をしたわけなんですけど、ね、まあ、その結果としてこの不登校児童生徒率が大幅に改善をしてきたわけなんですね。まあ、そういう意味で少人数学級というのは、このよりきめ細かい、生徒に対する教師の指導をできるという意味においてですね、効果があるのであるというふうに判断をしておりますが、そして、各方面からの、まあ、そういう要望があるということを踏まえてですね、実施したいというふうに思っておりまして、まあ、具体的な詰めを行っているということであります。よろしいですか。他にありますでしょうか。はい、朝日新聞の柏原と申します。
先日北斗市明野町の、安全管理委員会のところで、原因究明の作業が少なくとも3ヶ月半かかるということで、早くても2月中の搬入再開ということになりましたが、そのことについて知事はどのようにお考えですか。まあ、おっしゃる3ヶ月半というのは、まず、ご承知のように、地下5メートルのところにその場所があるということも、アスベストが捨てられている場所でありますので、アスベスト飛散防止措置を取りながら、その掘削をしていかなければならないと、いうことでですね、まずそのテントをしっかりした飛散を防止できるようなテントを設置をし、そして、慎重にこの掘削をしですね、それでその場所をこの暴露して、そして原因を明らかにし、そして補修措置を講じ、埋め戻しをし、そして テントの撤去などの整理をして、それで再開する、それまでが、最短3ヶ月半とこう言ってるわけですね。しかしこれは今申し上げた通りでありまして、原因がすぐはっきりして直ちに補修措置を取れればそれはいいわけですが、どうも原因が曖昧一つわからないと、破れたら破れたとしていてですね、その破れた原因が何なのか、それがわからないとかですね、そういうような、そして安全管理委員会にもまた何回かかけなければならないとかですね、そういうようなことがあればですね、これは時間は伸びていくわけですよね。だから申し上げていることは、要するに、そういうこの必要な最短の時間を取ったときにそうなるということになります。でなお現在そのテントを設置する業者とかですね、掘削する誰が掘削するのか業者とか、そういうようなことを今選定中だと聞いておりましてですね、そしてその状況者が決まったらその業者と協議をしてですね、具体的なこうスケジュールといいましょうかね、どのくらいかかるかということですね、具体的なスケジュールをまたさらに詳細なスケジュールを立てていきたいということを環境整備事業団の方は申しております。何かよろしいでしょうか。はい、よろしいでしょうか。読売新聞の横山と申します。よろしくお願いします。知事選の告示まで約2ヶ月に迫ったんですけれども、知事の公約はいつ頃を明らかにする予定でしょうか。いろいろな方面の、ご意見も聞きながらですね、今はもちろんその作る作業を私自身もそうですし、講演会でもですねと相談しながらやってる最中でありますけども、いろんな方々のご意見を幅広く入れながらですね、作っていきたいというふうに思っておりますのでですね、もう少し時間がかかるということであります。具体的に何月何日頃発表したいとかですね、その辺のところはまだ出ているわけではありませんので、具体的なことはちょっと申し上げられないのも、ご勘弁をいただきたいと思います。その公約の中では、その、明けの処分場の問題などですね、形成課題についても触れる予定でしょうか。形成課題について、触れることになるかどうか、もちろん12月議会がありますから、12月議会ではそういった方について当然質問があり、それに対して我々としての当面の考え方は申し上げなければならないと思いますね。私の公約集マニフェストというの中に、そういう県政課題について具体的にどうするということを書くかどうかですね、今の時点ではまだ決まっておりません。しかしいずれにしても仮に書かないとしても、そんなにその前後その遠くない時期にですね、議会が行われて、議会の場でその時点でのこの県政課題に対する考え方というのがですね、県民の皆さんに明らかにすると、いうことでありますから、県民の皆さんに明らかにすること自体は変えないわけですが、それをマニフェストに議会で言ったことと同じことを入れるかどうかですね、そういうようなことについては、これからどうしようかなということだと思います。あといいですか。
前回はですね、まあ、知事になる前にあの公約を作りになったと思うんですけども、まあ、今回はその4年間の県政運営を踏まえてですね、まあ、新たな公約を作ると思うんですが、あの前回と比べて、どういったものにしたいというお考え、今のところのイメージを教えていただきたいんですけども。まあ、あの基本的な考え方、その山梨県というものに対する捉え方、山梨県政というものをどういうふうに持っていくべきだという基本的な考え方はあの変わっているわけではありません。まあ、しかし4年間努力をしてきて、実現できたこと、できなかったこと、あるし、またあの4年間の間の経験を踏まえてですね、まあ、さらにこういうことをやるべきだというものもありますからですね、まあ、基本的なこうものの考え方というのは変わらないわけですけれども、まあ、4年間のそういう行政の実績経験を踏まえて、まあ、あの新しい施策も入れながら、出してきたということですね。よろしいですか。他に YBS ですけれども、あの先ほどの明野処分場のですね、あの話に関連してちょっと伺いたい、んですけれども、まあ、再開の時期なんですけれども、あの確認ですが、その、まあ、原因が分かって、その対策を講じた時点で再開を判断されるということになるんでしょうか。まあ、原因が分かって、そして対策、まあ、修復措置というんでしょうかね、まあ、そういうものを取ると、そして埋め戻して、テントその他撤去して、まあ、再開ができるという状況になりますから、まあ、そういう時点で再開ということになるだろうと思いますね。もしあの、はい、原因があのなかなかちょっとわからないということになった場合はどうなるんでしょうか。まあ、あの原因はしかしこれは究明しなければならないわけですから、あの、まあ、原因ね、やっぱりそれはあの専門家なりなんなり招いてですね、まあ、時間はかかってもやっぱりその原因は明らかにして、そして、しかるべき修復措置を取っていくと。ただその原因が極めて単純に、まあ、例えばこう何か突き刺さって、あの一回あのユンボでこう光りましたですね、ああいうようにこう何かちょっと突き刺さってですね、それであのそうなっていたと、その分が穴開いていたと、まあ、いうような比較的単純なものであればいいんですけれども、もうちょっとこう複雑な原因がよくわからんというようなことがあるとすればですね、まあ、さらに詳細な調査はしなければならんということだと思いますから、まあ、それはちょっと開けてみないとですね、これはわからないということだと思います。よろしいですか。他にございます。有機外の内藤です。明けの処分場の関係なんですが、ちょっと元に戻ってしまうんですが、早くても3ヶ月半、期間についての知事の受け止めと、あと、受け入れ期間、まあ、5.5 年、最初から限定されてるじゃないですか、現状では。そういった限定されてる状況で、まあ、こういった問題が起きて、それに対応していくことについて、今、あの処分場問題、どのように受け止めていらっしゃるのか、お聞かせください。まあ、ご承知のようにですね、明野の参拝は、あの処分場は、まあ、昨年の5月にオープンして、まあ、搬入が極めて低調であったわけですが、まあ、その後、これをできるだけ有効に利用するという努力をしてきた中でですね、ここに来て確実にですね、搬入量が増加をしてきた。一番最新の9月時点ではですね、1ヶ月間の搬入量が、まあ、計画の約半分ぐらいの水準までですね、ずっと上がってきたわけですね。まあ、そういうことでようやくこう何て言うんでしょうかね、軌道に乗ってきたなという段階でありましたからですね、まあ、こういうトラブルが発生したことはですね、まあ、大変に残念なことだというふうに思っているわけです。で、まあ、あの原因を究明して補修をして、そして再開をしていくまでの期間が最短3ヶ月半だと、まあ、いうことでありますけれども、まあ、長すぎじゃないかと
まあ、いうもちろんご意見もあろうかと思いますけれども、まあ、やっぱりこれはあのアスベストが埋まったところでのですね、作業でもありますから、まあ、あのそういう飛散アスベストが飛散しないように、まあ、慎重な作業をしていかなければならない、まあ、同時にあの本来防止協定に基づく安全管理委員会もですね、まあ、慎重なあの調査をですね、要請をしているわけでありますのでですね、まあ、慎重にこの作業をやっていかなければならないと思っておりますので、まあ、あの専門家が、まあ、最低3ヶ月半かということでありますから、まあ、これはやむを得ないというふうに思っております。まあ、慎重な調査をやりながら一方においてこれはできるだけ早くあの再開したいという思いがありますからですね、慎重にやりながらしかしできるだけやっぱりこれはあのスピーディーにですね、スムースに、再開ができるように努力をしていきたいというふうに思っているところです。ありがとうございます。よろしいですか。はい。はい、他にございますでしょうか。はい。テレビ朝日ですけども、昨日、関西広域連合の設立をもとに求めてですね、総務省の方に設置許可を申請されてですね、まあ、12月中には実際ですね、まあ、広域的な関西広域連合というのが、まあ、発足することになったんですけども、まあ、それについてのまずご意見 と、まあ、首都圏でもですね、まあ、広域連合の動きがあるんです。まあ、環境分野に関してですね、広域連合の動きがあるんですけども、このせい、まあ、いろんな動きがある中で、山口県としてはですね、まあ、どういうスタンスでいくのかということを教えていただきたいです。まあ、あの関西のあれは 7県でしょうかね。7県が入らないですね。奈良県、三重県が入って、まあ、その代わり徳島県と鳥取県が入って、7つの県でしょうか。で、まあ、関西広域連合というものを、これは地方自治法上の連合組織としてですね、作っていこうということが本格的に動き出したということであります。まあ、あの先駆的な事例であってですね、我々としてもあのその成果をですね、非常に強い関心を持って見ているという状況であります。まあ、あの関東の方の この連合の考え方と少し違うのは、関西の場合にはあの同州制というようなことは前提にしないとですね、で要するに広域行政をあのやっていこうという考え方ですよね。だから例えば防災なんかについても、まあ、広域的な防災協定みたいなのをしますので、お互いに何か災害が起こった時に協力し合える体制というものをですね、いわゆる強化しようとか、だから、まあ、ドクターヘリを今各県でやっておりますから、それをまああの互いに利用し合って協力し合うことによって、よりこうその密度の高いサービスをしていこうかとですね。だからあの、まあ、例えば鳥取県が入ったのは、まあ、観光ルートですね。観光ルートを、まあ、広域観光ルート、インバウンド観光の広域観光ルートを、関西全体で作っていこうとかですね。そういう、まあ、都道府県を超えてこの広域的なこの行政をですね、一緒にやっていこうと、まあ、いう考え方。一方関東の方でですね、あのこの間の関東知事会で合意をされて、まあ、あの議長クラスの、 あの検討会というものをですね、協議会というものを作ろうということになったわけですが、まあ、これはあのそういう広域行政をやるというよりも、むしろあの地方地域主権の考え方のもとに、国 の、 その権限以上が進んでいく。具体的にはあの国の出先機関は原則廃止をすると、まあ、いう方針がありますね。でそれに基づいてですね、国の機関、まあ、例えば、まあ、労働局だとか、あるいはあの地方整備局とか経済産業局とか、まあ、そういうものをこの原則的に地方に移していこうという、まあ、管内とかそういう方針を持って、進めようとしているわけです。その受け皿をどうするかと、まあ、いうことをですね、当然のことなら例えば地方整備局というものを、地方に移譲するとこういった場合にですね、各都道府県だけでこう受け取るっていうのは、これはあの受け取れるものもあるけど受け取れないものがありますね。例えば利根川なんていうのはですね、6つの県にまたがってるわけですから、
各県バラバラにこれ利根川の管理を受け取っちゃったんですね。これはあの河川の管理がバラバラになってですね、災害などが発生した時に大変なことになります。利根川を例えば受け取るとすれば、それはやっぱり広域的な組織でですね、受け取っていくしかないんじゃないかと、まあ、いうことは当然ありますよね。まあ、それ以外にも例えば、経済産業局的なものを受け取るにしてもですね、やっぱり各県で受け取るっていうのではなくて、まあ、広域的な組織で受け取っていって、でその各都道府県で一緒になって、その組織を作って、それが進んでいく、まあ、いう考え方は当然あるわけでありましてですね、まあ、そういうその国の出先機関を地方に移譲するこの受け皿として、どうすべきかと、まあ、いうことを議論していく、まあ、いう考え方だったんですね。だから少しこう関西と関東というのは考え方はちょっと違いますけれどもですね、まあ、しかしいずれにしても広域的な、に都道府県を超えたその問題について、広域的に都道府県が一緒になってですね、対応していこうという、まあ、その考え方を出したわけであります。まあ、そういうことで本県としては、当然のことながらこの関東の広域的連合組織についてはですね、まあ、大変結構なことかということで、まあ、積極的に開放していきたいというふうに思っています。よろしいですか。はい、他にありますか。よろしいでしょうか。以上の会見を終了します。